イエイ、ふん、にゃー、ティア、キャン、リフトキャンプ。リトの皆さん、おはようございます。おはようございます。前回ですね、しんちゃん対リットで火起こし対決になりましたけども、はい、しんちゃん残念ながら負けてしまいました。悔しいですですが、今日もですね、またちょっと、はい、まあ、対決ではないんですけども、はい、しんちゃんからの挑戦状があります。お、題して、地図とコンパスを使って森に隠されたアイテムをゲットせよう。はい、ではですね、早速その地図をお渡ししたいと思います。はい、これが地図。今回の企画について簡単に説明します。地図には赤い星印が3つついており、そこにアイテムが隠されています。コンパスを活用し、すべて集められたらクリアです。森の中を自由にこう動き回るのは今日は初めてだと思いますので、ぜひこの大自然、昨日とは打って変わって晴れてきましたのでね、ぜひ楽しんでいってください。ではよろしくお願いします。じゃあリットの皆さん、準備はよろしいでしょうか。はい、それでは制限時間1時間です。よーい、スタート。頑張ってください。早い。それは本気で言った方がいいです。いいよ。せーの、お邪魔します。では行きましょう。はいよ。待って待って。あ、そう。これでクマ来ないです。その通りです。待てー。ボケんなよ。あれじゃないか。なんだ、どこで買えるんすか。ひもと板と三角形。すごい、やばい、めっちゃ高すぎる。すごい、背景に待ってるよ、その色。だって、めっちゃ高く行きたい。はい、行くな。バイバイ。止まれないよ、先行ってるわ、時間ないから。ねえ、待ってよ。絶対やると思った。私は元気、はい、歩くの大好き、どんどん行こう。で、こうでしょ。行き過ぎて、ここじゃね、俺っぽい、あれやん。水きれいすぎん。投げだ。これは負けた。しかも、残念、外れ。ここはアイテムはないぞ。ヒントはこの魅力的な赤い口。めっちゃ、めっちゃ、本当だ、本当だ。びっくりした、本当に。すげえ。これだと魅力的な赤い口に注意した方がいいんじゃない。ブラー、メインから赤だ。お前押すなよ、お前は。おい押すなよ。お前分かった、押さ。誰も押さんか、誰も押さんか。いや、しなくて、しなくて。むしろしなんて。しないから、大丈夫。ごめんなさい、しちゃいました。
これ、これ何なんかな。それね、それだけ見てるよ、ね。何も使うもんね。使い道が分かんない。これはここのポイント外れです。だからこれアイテムじゃないんだよ。これはアイテムじゃなくて、実はこの地図の中に載ってないポイントのところにアイテムが隠されています。いじめですか。そのそのヒントっていうのが、これだよ。ヒントっていうのが赤い唇です。赤い唇ってある。赤い唇。この中のものは関係ない。これ。あ、その中のものも含めて遊び始めちゃった。まあマジでこれを使う道が分からん。え、多分これ使うんちゃう？なんか使うか本当にただの。口の中、唇の中に何入ってました？木が2本。木が2本ですね。うわ、なんですか、なんですか？あ、林。この中に木が2本あるんじゃない？これじゃね。そう、俺思ったらこれだよね。これか、これか。間違いねえ。やられた。あ、じゃあここから近いのか。え、違う。木が2本ですか？季語2本だったら僕はなんであんな赤い唇をしたんでしょう。赤い唇のバッグを準備したんでしょうか。謎謎です。はい、謎謎なんです。謎謎謎謎、はい、何でしょう。いや、さっきのやつだから唇の中に2本です。あ、謎謎、唇の中に2本なんですね。吸血鬼。理由は理由は。じゃあ吸血鬼だとしよう。お前どこに行くよ。教会でもあるのか。あ？楽しい。火はあんまり関係ない。ほら、これただ中に入ってるだけで吸血鬼の話なんで。いや、それは重要なんですけど、木である必要性はなかったです。棒棒棒棒。棒不快にがたる。くでしょ。あ、くじとか。くじとか。え、くとちがあって間に中だから。くいち？くいち？なんかそういうくいち？そういうオチじゃないかな。くりぼっち、くりぼっち。黙って。違う。それは2本。それ忘れた方がいい。目とかじゃん。ね、四角の中にだって2本ってあるでしょ。あるみたいな感じでしょ。そういうロゴみたいなマークとかない。だから目って言ったんだ。そう、目とか、そのと今やっと言ってた。そう、4とか数字のね。最初中2つかと思って。いや、4じゃないよ。目だろ。そういうのかなって思って。目とか4 とか4って何。あと大丈夫、普通に10とかみたいな記号があるかなって思って。田んぼだね。田んぼ、あ、田んぼの田んぼだ。説あるわ。田んぼあるって言ったら10まで行って、なんで俺田んぼ出てたのかな。違う、本当だ。田んぼだろ。田んぼなんかそばにあるって言ってなかった。これ結構行き過ぎてる。あ、あの辺に。あともっと。あらまあ、なんもないよ。いや、まだこっからだよ。あ、ほんと？よかった。登って、左か、うん、左。もう帰ってきたらあいつら。ほんで持って帰るのめちゃくちゃ大変なもんだったら。え、ハンモックがある。うん、やば。やっほー。まだ終わった。あ、ごめんなさい。これそれですそれです。え、これですか。これです。え、これ開けていった方がいい。2つ目のやつ見つけました。イエーイ。何
じゃあ、あとは頑張って休憩してたら、ハモコン。ああ、赤い続けんね。あれ、もっとあげるな。あれ、休憩してた。やあほっ、おお、すげえ。メガホンだからいける。やあほっ、これやばいっす。めっちゃ涼しいっすね。そうなんだよ、日陰でね、風通しがいいんですよ。風やばいっす、めっちゃ涼しい。背中とかバカ涼しい。いいな、立ってるよりも涼しいね。すげえすげえこのアイテムでちゃんとやってる人初めて。天つくつ天天つく。田んぼに行きますか。2つ目ゲットイエイゲット。位置についてよーいドン。すごい、脳早いすごい、やばい、怖いよ。はい、再会場。すごい田んぼあった。え、あれこれ米ですか。全部もちろん田んぼなんで。3つ目、最後の宝物ゲットしました。イエーイ。これは、これは何ですか。でしょうか。分かってない。お前分かってるよな、バラエティ。ハムスター製造機。ハムスター製造機です。ハムスターは作るの。ハムスターのこの丸いやつ、作るやつ。ファイナルアンサー。食べられると困ります。巨大前切り式ひよこ式の道具になります。おお。次はこの前切り式ひよこ式を使って、はい、ひよこ式を挑戦しております。よろしくお願いします。いくよ。うん。